こんにちは。東京ベイ浦安市川医療センターの渡辺です。この番組は心エコー図をきちんと取れるようになる、それを目的としています。皆様ご存知のように心エコーは視覚的に心臓を捉えることができる優れた検査です。ただ基本が分かっていないためにどうしても取りにくい、そこが壁になっています。そこで今回は基本から順番にどうやったらうまく取れるのかということを伝えます。第1回目は心エコー操作の基本、ぜひ一緒に勉強してみんなで取れるようになりましょう。じゃあこれからエコーを取っていきましょう。まずそのエコー室の設定について説明します。ここは実は大切なところです。まずこのエコーの機械の位置とベッドの位置ですね、この関係がとても重要です。なぜかというと、それが最終的には患者さんの位置をコントロールすることにつながってノイズを減らせるからです。これは今ちょうどいい位置に置いてあります。およそ患者さんの頭がここで、皆さん気づかれると思うんですけれども、比較的こう頭の方ですよね。部屋の室内にもよりますけど、ベッドの頭と機械の向こう側が同じような位置ですと、かなり実際患者さんを取る位置がこうお尻というか下の方にずれてきますので、このぐらいですね、頭の方にずれていた方がいいです。いいですね。それから患者さんを寝かせる位置なんですけど、この位置に置けば頭のすぐ横に機械が来ると、こういうイメージとなります。で、実際エコーの記録を取るとき、どこに座るかなんですが、ここではベッドサイドに座る場合を想定しています。だいたいこの位置で患者さんの腰の位置に座るということが大切になります。機械は割と頭の方にあるんだということを覚えておいてください。続きまして、このプローベですね、これをどう持つかということなんですけど、理解してほしいのは何のためにこの持ち方が大切かということです。エコーは断面診断ですから、同じ断面を再現性よく取っていくことが必要です。それから画面がぐらぐら揺れますと何を撮っているかわからなくなります。そこでこのプローブですね、これがきちんと固定されるように持つことが大事です。それは後ほどもう一度説明しますが、胸壁に対してどのぐらい安定させるかということが大事になります。胸から手を離してしまいますと動いちゃいますね。ですからこれを手の位置を固定してしっかり取ること、それから単に固定するだけではなくてフレキシブルに動かせることも大事ですね。動かして固定、動かして固定、この繰り返しがエコーになります。はい、じゃあここで患者さんに入って横になってもらってます。いよいよ検査を始めるわけですけど、心電図モニターちゃんとついてますね。ここまではいいんです。ここからが肝心です。エコーを取る時の基本的な姿勢は左を下にした左側外と思ってください。まっすぐ上じゃないんです、左側外です。はい、じゃあ横向いてください。はい、で普通に行きますとこのままこうなっちゃうんですけど、ここではい、手を上に上げて手枕するようにしてください。この姿勢は割と大事ですね。そうすることで肋間が開いてエコーが取りやすくなります。いいですか。で、次にさあ取ろうということで座るわけですけど、こういう下の位置に座ったら意味がないですね。もっと患者さんの腰の位置です。腰の位置に座ると、これがポイントです。いいですか。腰の位置に座ることで患者さんを姿勢をこうコントロールすることができます。そしてこのプローベです。患者さんの胸に当てるんですけど、遠慮して手を浮かしちゃダメです。ピタッと胸につけてください。いいですか。これ大事です。つけるんです。いろいろなエコーウィンドウがありますが、つまりエコーの単触手を当てる場所ですね、あちこちにあるんですけど、必ずピタッとつける、動かさずに取る、これ大切なポイントになります。